りに乗って夢咲線に行くま、その後新大阪へ行くま、その息子の車両も引退し、みんな銀色の車体になってしまうくま。そういえば阪和線205系見なかったくま。西球場駅に着いたくま。お隣に特急ワンカが止まってるくま。次は夢咲線に乗るくま。この路線の車両は何台か、トッピングカラーしてるクマ。201系のハリーポッタークマ。USJ ではなく、桜島クマ。この駅の周辺、工事現場ばっかで何もなかったクマ。なので大阪へ行くクマ。この日はずっと雨だったクマ。大阪を一回降りてヨドバシに寄ってから新大阪へ行くクマ。大阪の街もっと観光したかったけど、鉄道の旅中心なので、この切符を使って新大阪へ行くま。改めて3日目を紹介するくま。大阪から乗り新幹線に乗るために新大阪へ行くま。ここも午前中に済まえ、横浜へは夕方着くようにしたいくま。特急サンダーバード編で特例区間の話した通り、この切符でないといけないクマ。新幹線ホームクマ、乗る前にめったに見れない車両あったクマ。
見たかったクマ。この切符で横浜行くクマ。ちなみに新幹線の改札通って在来線に行かないといけないクマだから、この3枚の切符を駅員さんに見せるクマ。横浜駅に着いたクマ、3日間長かったクマ。とりあえず全部制覇クマ。これでおしまいクマ。